山久間彦のクリスでございます。今日は、塩辛雑煮というものと、あともう一つ鯛のお雑煮というものの2種類をご用意させていただきました。雑煮というものはですね、平安時代からずっとこの受け継がれてきている日本人にとって そのソウルフードみたいなものなんですね。そして必ずしもその正月に食べるものではなくて、季節のその移り変わりに食べていたものでもありますので、それを今用の形にアレンジをして、ね、そしたら塩辛雑煮を作らせていただきます。京都の、まあ、伝統的なお雑煮であれば、昆布だしの中にですね、白味噌を溶いてそのまま食するわけですけども、あとでここに塩辛が入ってくるので、少し薄いめに食べておくというのが、ポイントになります。ちょっと盛り込みの方を焼きますね。厚揚げ入れさせていただいて、そして茹でた餅です。まあ、京都のね、オーソドックスなあのお雑煮っていうのは、基本的には白味噌雑煮の中にこのゆで餅を入れる。そしていかめしですね。これも一つのポイントになります。塩辛の分量に対してどうしてもいかの身が余ってくるということもあって、その無駄をなくすということでいかめしをちょっと作ってみました。ここまで用意できましたら、ここに2種類の塩辛今日用意してます。で、1種類の方はちょっと甘塩です。こっちの方はちょっと色も見ていただいたら濃いように、ちょっと塩分濃度が高いものこの中に入れていただいて、もう溶きほぐすだけです。はい、米麹の甘みが強いお味噌なので、そこにちょっとそのイカのその塩分が入ることによってちょうどいい、塩梅が生まれるので、塩辛を入れた時点でこの味噌汁はもう完成するというふうに考えます。もうすぐに火を切っていただきます。そうしないとどうしてもグツ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 炊いてると辛く濃くなってきますので、それでは出来立てのお味噌をですね、お椀の中に入れていって、中に入っているちょっとこのイカの身をワンダネとして使っていただいています。今から食べた時の食感が楽しめるということで、大根の千切りとこれみょうがの千切り、それにちょっと三つ葉の香りを合わさせていただいています。それから最後に柚子ですね。はい、これで、まあ、季節感も出てまいりますですし、はい、見た目もちょっとこう豪華に、こちらの方で完成いたしました。塩辛雑煮になります。それでは鯛のお雑煮をご紹介させていただきます。正月にはですね、にらみ鯛というものを床に三が日飾られるところがあると思うんですけども、そういった時にこういったその白味噌の お出汁と、鯛 その焼き骨から出た出汁というのは非常に相性がいいので、もううまいことを活用していただければいいと思いますけれども、鯛の結局生の状態で出汁の中、あるいはその白味噌の中に入れてしまいますと、どうしても生臭みが勝っていたしますね。ですのでそういう場合にはこういうふうに素焼きをしていただいたりとか、ちょっとこう香ばしい香りもこの出汁の中に入れますので、私どもはその焼いていただいたアラをおすすめいたします。出汁の中に入れていただいて 2,3 分もう炊いていただきましたら、もう鯛のお出汁十分出てまいりますので、それではワンモリ、こちらの鯛の焼き身ですね、このままこうワンモリをしていただいたら結構ですので、こちらの方は焼き餅をご用意させていただきました。やっぱりちょっとこう鯛の身も焼いてありますので、お餅の方も焼いて、この香ばしさが重なった方が相性がいいかと思います。で、ちょっとおめでたい大根と人参の塩結びのようなものを乗せていただいて、あとかぶらの間引きなんですね、こういったものをご用意させていただいております。もうここに、先ほどの鯛のお出汁が十分に含まれた白味噌をここに入れさせていただくと。はい、あとやっぱりその暦の上では春でございますので、木の芽をねたっぷりとこちらの方で完成でございます。鯛のお雑煮になります。